ルードナルドソンはアメリカ合衆国のジャズサクソフォン奏者。ビバップやハードバップ、ソウルジャズのジャンルで演奏している。ソウルやブルースよりの演奏で知られるが、形成期には多くのミュージシャンと同じくチャーリー・パーカーから大きな影響を受け、バップよりの演奏様式をとっていた。ノースカロライナ州のバディンに生まれる。1940年代初めに、 ノースカロライナ州立農工大学に入学。第二次世界大戦で海軍に従軍し、シカゴで訓練を受けた際に、クラブでビバップを知る。戦後ノースカロライナ州グリーンズボロに戻り、海軍従軍経験のある州立農工大学の学生とリズムベッツというグループを組み音楽活動を開始。ピッチ、エーブギウギーという劇映画の音楽録音を担当。 ドナルドソン自身の最初の録音は1950年のチャーリー・シングルトン・オーケストラと行い、その後1952年にミルト・ジャクソンやセロニアス・モンクといったワップの使者と共に録音、1953年にはトランペットのビルト・オーソのクリフォード・ブラウニやドラマーのフィリー・ジョー・ジョーンズとも録音を行っている。トランペッターのブルー・ミッチェルやピアニストのホレス・シルバー、 ドラマーのアートブレイキーといった早々たる顔ぶれのジャズミュージシャンを率いていくつかの小編成のグループを組んだ。アートブレイキークインテットのメンバーとして同グループの最も名高いアルバムバードランドの夜ボリューム1の録音にも加わっている。ドナルドソンはビバップやハードバップ、ソウルジャズのジャンルで録音を行った。長年にわたってパートナーのピアニストはハーマン・フォスターが務めた。 2012年10月にノースカロライナ音楽の殿堂入りし、2012年には NEA からアメリカ合衆国におけるジャズ界の最高栄誉とされる2013年 NEA ジャズマスターを受賞。2016年90歳で現役を引退したロニー・スミスとドナルドソン。写真、トム・ビッツ・ジーン・アモンズ・アート、ブレイキー・クリフォード・ブラウン・ミルト、ジャクソン・セロニアス・モンク・ジミー・スミス。 ありがとうございます。